皆さんこんにちは。もう肥料栽培、谷口農園の谷口です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、春野菜の苗の育苗のやり方とですね、それから里芋、大和芋、じゃがいもをですね、定食するまでの準備についてですね、ご覧いただきます。よろしくお願いします。今年もですね、まあもう2月3月過ぎまして、まあ3月になると踏み込み温床を作ってですね、そこにマルチョコをかぶせて、そこにまあ苗を入れるんですけども、まあ、去年のまあ反省としましてですね、まあ踏み込み温床も、まあ、作って、まあ、地温が上がってもですね、だいたい10日間ぐらいしか持たないんですね。で、もう一回、まあ、踏み込み温床を作り直して、やるっていうのもですね、もう大変、まあ、場所の問題もあるし、手間の問題もありますので、今年はもう踏み込み温床を作らないで、やろうと思いまして、実は、まあ、後から見ていただきますけども、うちは家がですね、まあ、静岡県にあって、非常に暖かいということと、だから家がもう北海道の仕様のですね、建築仕様になってて非常に暖かいんですね。ですから真冬でも暖房器具をつけなくてもですね、15度を下ることはまあないので、まあ家の中をですね、まあちょっと家族の理解を得て、温室代わりに使おうということで、このセルトレイに、まあ、レタス類ですね、それから、トマト、ナスビ、それからピーマン、シシトなんかをですね、まあ、種まきをしました。1月2月種まきしました。それ、まあ、次々、まあ、芽が出てきて、あ、これも踏み込み温床作らなくてもいけるなとということが分かってきましたので、まあ、その様子をですね、ご覧いただきます。それと里芋、それからじゃがいも類はですね、まあ、外に植えると、遅霜に当たってですね、芽が出ても枯れてしまうので、全部ですね、発泡スチロールの中に入れて、もう芽が出てきてますので、土をかぶせて、発泡スチロールの中で芽出しをして、一番遅霜がですね、降りるような時期が過ぎてから定食すると。まあ、3月の終わりですね、ずっと言ってます。まあ、その様子もですね、ご覧いただきます。今日はですね、3月の3日です。今まで踏み込み温床を作ってましたが、今年はこのような形で、家の中に、持ち込んで温室のような形でですね、育苗してます。細かいやつは後でゆっくり見ていただきます。これは隣の部屋に置いている、育苗してある苗です。細かくはまた後で見ていただきます。今日は3月の4日の朝の9時半です。温度は13度です。ちょっと寒いんですけども、今から苗を太陽光に当てて出します。今出したのはレタス類ですね。トマトとかナスビとかシシとピーマン類、夏の野菜はですね、中に入れたもので、保温します。これを毎朝ですね、出したり、夕方また入れたり出したり入れたりということを繰り返します。これはリーフレタスです。ミミタスとサニーレタスです。これも2月の8日に発種しました。約1ヶ月たったところです。で、これは2月の8日に発生した、ミミタスですね。ミッカーですね。これはひだまり育苗のトマトです。それからこれは、自家採取のトマトに、
中玉トマトに、まあ、ミニトマトですね、ステラミなんかをですね、育苗してます。この発泡スチロールの箱は何かと言いますと、こちら側にあるのはですね、じゃがいもの、入ってる、箱で、木の土を入れま、29日ですか、土を入れました。こんな感じで、ちょっともう芽が出てきているので、合わせて、土を入れたんですけども、まあ、この状態で3月いっぱいぐらいまで置いときます。そうするとほとんどのジャガイモからですね、芽が出て、まあ、芽が出たら外に出すんですけども、大体、この静岡のあたりでも3月の終わりになったら霜、遅霜が降りるので、一番最後の遅霜が降りてから、この芽出しをした、ジャガイモを植えるようにしています。と、たくさんの収穫ができるようになります。だから、こっちは里芋なんですけども、こちらも里芋、昨日、3月の2日に土を入れたんですけども、ここの中に、里芋が入ってます。ちょっとわかるでしょうかね。里芋が入ってます。これも芽が出てきましたので、土の中で芽出しをして、まあ、1ヶ月ぐらい置いてからですね、まあ、もうちょっと4月の中旬ぐらいに、もうしっかり芽を出して、それから、定食をしようと思ってます。そうするとですね、たくさん収穫できます。この箱はですね、全部、里芋が入ってます。で、1個だけ。これは大和芋なんですけども、大和芋、これちょっと先が見えてますけども、これ1個だけ、これは大和芋。大和芋を芽出ししてからですね、定食するようにしてます。今夕方なんですけども、まあこのように、結構綺麗に光が入ってきて、日照不足を補ってくれてます。南向きに、家がなってますので、家の中は温室のような、扱いになってます。今回ですね、私も一つ驚いたんですけども、ピーマンとか、それからシシトウとかですね、その高温性、まあ、25度から30度ぐらいにならないとですね、まあ、発芽しない、種が、まあ、このように家の中に、温室代わりに使ってもですね、大体、発芽してから20日、まあ、30日も経ってないうちにですね、まあ、発芽してきて、今までまあ、ちょっとこう、ピーマンとか、シトとか、そういうのは難しいなと思ってたんですけども、案外ですね、この方法であれば、簡単に、育苗することができるなっていうことが分かってきました。それで、まあ、ちょっとその様子をですね、ご覧いただきます。これはですね、2月の12日に発したピーマン、左側の3列です。これちょっと数えてみますと、1、2、3、4、5、6本。今、6本、芽が出てきてますね。だから24個あって6本、まあ、芽が出てきてます。それから、万願寺はちょっとこれ遅いみたいですけども、まあ、でも1個、ここは、芽が出かけてますので、これから出てくると思います。それから自家採取のシシトウが2、4、6本ですね。8分の6。75% ですか。それから、これは市販のシシトウですけども、これも2、4、6、7、8、9、10、11、12本。16本中12本出てきてます。だから激辛唐辛子、これは2月の19日に発芽したやつで、今は出かけているんですけども、1、2、3、4、5、6、6本ですね。それから、
令和4年に、採取したナスですね。これは2月の19日に発種した分です。ですからまだ20日ぐらいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、16本中12本出ています。出てます。それからこの下の段がですね、これが2月の6日に発種したナス。これ、40本中ですね、出てないのが3本ですかね。で、ほとんど出てるですね、すごい、発芽率がいいです。で、この、去年採取したナスも大きいナスだったんですね、これすごく大きな。で、普通の大きさのやつはですね、これも、発種したんですけど、こっちの方がやっぱり発芽率が悪くてですね、やっぱりしっかり実ったナスの方がいい種が取れるということが分かりました。それから、この右の2、4、6列が水ナスですね。2月の6日に発種したって。まあ、これはあんまり、まあ、60% ぐらいですかね。発芽率がそうなってます。このトマトのセルトリですけども、これ左側の3列は、オドマトマトの種をまいたんですけども、これも出ませんでした。種取りがちょっと失敗したという感じですね。だからその次の2列はですね、自家採取した中玉のトマトですけど、これもほとんど出ました。1箇所だけ出てないぐらいで。それから、その隣の、1、2、3、4、5、6列。6列ですね。これ中玉トマト、です。これ無肥料栽培の中玉トマト。それからこの右の方は、これはステラミーニですけども、これもほとんど出ました。大きくなってきてます。それから、もう一つこっちの方は、日だまり育苗ですけども、まあ、種ごと植えるってやつですね。これもですね、ちょっと半分ぐらい向くいかなかったやつもおろしたんですけども、これももう大体元気なやつは、中玉、とか、目に出てきてます。元気でできてます。こういうやつなんかすごい元気ですね。こういうやつとか。前回、種子についてのお話をさせていただいたんですけども、その時にですね、どんな種子でもですね、ひどくさえ抜ければ、いいと。要は、ひどくの有無であって、信者中から何年か経った無肥の種をもらうのが一番いいと。その場合、種子も近いところほどよく、県内ぐらいならいいが、相当離れた他県などでは、成績が悪いから良した方がいい。というふうに、まあ、名様はおっしゃってるんですけども、私一番最初に、無肥用栽培を、この富士で、13年前に始めたときに、大豆をまあ最初撒いたんですけども、その大豆がまあ近いところのやつが手に入れなくて、普通の自然食品で、のお店で売っている大豆を撒きました。で、そこはですね、北海道産の大豆だったんですね。で、撒きましたらですね、1年目はまあ9割ぐらい虫がついてですね、まあ1割ぐらいしかまあ種が取れなかったんです。で、その1割取ったやつをですね、種取りさせてもらって、それを2年目に撒いて、まあ2年目に撒いたんですけども、やっぱり7割ぐらい、まあ虫がついてですね、まあ3割ぐらいしか発生できなかったと。収穫できなかったと。で、まあその3割を元にしてですね、種を撒きましたら、
3年目ぐらいからですね、ようやく虫がつかずに、まあ、実るようになったんですね。ですから、その気候に慣れるまでにですね、やっぱり時間がかかって、まあ、気候が慣れないうちにはですね、やっぱり弱いもんですから、やっぱり虫がつくんだろうというふうにも思うんです。で、去年ですね、まあ、大豆、まあ、失敗したのをちょっと振り返ってみると、まあ、その種はですね、まあ、自分のところで取ったやつはほとんどうまくいったんですけど、京都から、まあ、送ってもらった無肥料栽培の、まあ、大豆だったんですけど、まあ、よくよく考えてみれば、同じ、まあ、無肥料栽培でもですね、気候は違うと、やっぱり合うのに時間がかかるので、まあ、うまくいかなかったかなと思います。ですから、やっぱり、自家採取を繰り返して、ひどくの抜けた種子を、その自分とこの土地の気候に合った、種子を作り続けていくと、ということが、この無肥料栽培の成功の秘訣だと思いますので、まあ今日見ていただきましたように、まあジャガイモも、去年の秋ジャガ20キロぐらい、30キロぐらい取れたんですけど、まあ20キログラムは、種芋に。だから里芋はですね、親芋が種芋になるので、まあこれももうずっと繰り返して今、いますけども、この親芋を種芋にして、自家採取を繰り返していくということをやって、本当にうちの里芋美味しいということで、まあ評判になっています。そんなことで、今、苗作りも今年も順調に来てますので、しっかりしたいい苗を作ってですね、この暑い、今年も暑くなりそうですので、その暑さに負けない、根性のあるですね、苗作りをしていきたいと思ってます。皆さんも、今年多分暑くなると思いますので、その暑さ対策を今からですね、十分に考えた、育土と、それから育苗をしていきましょう。ご清聴ありがとうございました。